うも三遊亭花金でございます。今日は有尺師匠が立ち切りネタ出しということでございまして、師匠もめったにやらないとおっしゃってましたが、気合の入った講座が聞けるんではないかと思います。お願いいたします。お酒勉強させてみました。お相撲のお話を申し上げようかなと思ったんですけど、お子さんが来たんで子供の話をしようかなと。おはようございます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 。この金さんの後が私だ。あんまり沸かさなくていいからね。お手柔らかに、ね、お手柔らかに。お話した時に三味線クリでやるという話聞きまして、どこでやられることを見たいなと思いまして、どこでしばらくないね。そうね、本当にしょっちゅうやったんだよね。二つ目の頃やたらやってたかな。よろしくお願いいたします。お世話になります。そうかもしれないね。鯉が裸足で逃げてきます。なんだその鯉が裸足ってな。だって昔から鯉は儚いものだ。おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お先勉強させてきました。でもお姉さんにやっぱりお願いして、それまあ、もう何か呼び下げのもの、はい、承知しました。どういうふうに決めるんですか。大体2つ目真打ちになるときって、お三味線のお姉さんが出囃子、これでどうでしょうか。希望があればこちらから言う方もいらっしゃる。もありますし、私の場合は、たまたまその脇のときに、千秋姉さんにお任せですって弾いてもらってね、何の曲か知らなくてね、という浅詰まりという一席で、下っつって降りてきたら、千秋姉さんが、あぐる先生、今の浅妻舟ってネタなんですか。そうなんです、私が今弾いた手林浅妻舟なんです、もうそれ決定。なんというすごいですね。すごい運命的な。なのであんまりね、そういうやり取りなく。クソ、まだいいや。うんこ熱いや、やだ。もう大変です。よろしく。今日、ゲリラ豪雨すごくなかった。あ、すごかったですね。すごかったよね。で、なんかうちの嫁がすげえ話しかけてきたんだけど、俺もうドジャース戦に集中して全然聞いてなかったら、てめえ何で無視すんだよって怒られて、家の中でも雷が落ちたって。めずっちです。すいません。アグリさんが喜んでくださってます。武田さん、勉強してください。あ、勉強してください。いつもどおりだ。いつもどおり、はい。少し間がちょっとずれてる。あ、本当ですか。ちょっとお言葉返すようですけど、いつも間ずれてますけど、大丈夫ですか。あれはオロルゲーム答え。あ、そうなんですか。あれ真似ちゃった。わかりました。で、最後謎かけ、ちゃんとやったら。もう言われなくてもやるんで、はい。じゃあ、頑張ってください。よろしくお願いいたします。おはようございます。講談の神田うりです。はじめまして、実況の清野と申します。席はよろしくお願いいたします。最初に、長谷川先生から、はい、ちょっと末広って出ませんかみたいな。はい。あ、でも電話がかかってきて、出ませんかっていうので、まあ、新しいことやるのは結構僕好きなので、実際この仕事が今年も一大事ですね。一番の、はい、仕事です。1度目、2度目、3度目って小屋にほら、はい、またね、雰囲気に慣れていただくと。そうですね。大丈夫ですよ。すぐ慣れます。そうですか。はい、だっておっしゃってたじゃないですか。寄せ芸人の一歩を踏み出したいとか。いや、その生意気なことも。ということで、今日はですね、ある程度みんなが知っている有名人というテーマで、実況していきたいなと考えております。有名人を実況してもらいたい、誰がいいですか。アントニオ猪木。もう一人、じゃあ誰か。
神田伯山。あ さあ今日は灼熱の名古屋愛知県体育館の裏にあります砂場にやってまいりました。実に59年の歴史があります愛知県体育館で名古屋場所連日盛り上がっております。優勝争い先頭は横綱照ノ富士が単独トップで場所を引っ張っているわけでありますが、そんなにぎわいとは全く関係のないこの砂場においては今日は特別興行が開催されることになっております。なんとアントニオ猪木とそして神田伯山の相撲が行われることになりました。さあこの2人の試合の展開ですが、解説の山本さん、はい、どうですかこの試合は。あのね、猪木選手はね、汗あまりかかないんですよね。それに対してね、神田伯山っていうのはね、かなり汗をいつもかいてますから、今日も朝汗びっしょりですよ。なるほど。さあ行司は式守伊之助に似た男性が務めることになりました。さあそれではいよいよ立ち合いです。立ちました。突っ張っていく伯山、突っ張っていく伯山、突っ張っていく。さあ受け止めた猪木、猪木右を差して左の上手、右のを差して左の上手の体勢になりました。猪木得意の形だ。さあそして寄っていく、寄っていく、寄っていきます。そしてそのまま左からの上手投げ、一方的な展開でした。やはり強い、強いぞアントニオ猪木、強かった。愛知県体育館の裏にあります小さな砂場で行われました。何場所と言っていいのかよく分かりませんが、これは完全なる名古屋妄想場所といった感じでありましょうか。ああ私の目には座布団が1枚2枚3枚10枚20枚と飛んでおります。大変な騒ぎになっておりますが、この辺りで妄想実況のお別れの時間が近づいてまいりました。皆さんごきげんよう。また2日後お目にかかりましょう。さよなら。暑いと思うから暑いんだよ。暑くねえとめや、こんなもん暑くもなんともねえんだよ。ちょうだい言っちゃいけねえ、おめえな。いっし。うわぁ。何を言ってやんねえ、こんちしょう。さあ、今。本日の落語の登場人物、アニーに腕に今血がついた大きな大きなおにぎり大のおむすびを、おむすびのようなこの お灸を据えて、まさに本日大相撲でいうところの結びのできねえんだったらやんじゃねえこの野郎。冗談じゃねえやんちゃうね。おはようございます。おはようございます。もっといろいろうまいこと思いついたのに飛んじゃったな。すごいですね、こう実況がこうじわっとこう、ね、予選の中にこう少しずつ広がっていくといいなという。予選のお客さんも初体験だと。そうですね。あ、すみません、この芝お世話になっております。こちらこそよろしくお願いします。すみません、ちょっとお稽古ゲホゲホゲホっていうところから、はい、シャンと入っていただいて、はい、断ち切りで断ち切り10年とは言わなくてやってない、全然やってない。若い頃やってたんだよ。三味線が聞こえる、いいですか。はい、あと少しゆっくりめ、もっとゆっくりで、ゆっくりでいいです。じゃあもう一度お願いします。いいですか、もう一回。年取っていいのは、今度はあれなんだよ、番頭とお母さんの方になれるんで、いかに番頭とをやることによってこの話がね締まっていくかっていう、うん、今日はもう面白いこと一切言わない。もう二の線でいくから今日はグッと。三味線が聞こえる。あの子、あの子、あなたが大好きな黒髪敷いてますよ。母さん、三味線が消えた。こいつだ、こいつだ、私がまだ聞いてるんだ。その続きを聞かせてくれないか、若旦那。
もうあの子三味線は弾きませんよ。どうして？ご覧なさい、今お仏壇の線香が断ち切りました。一番また悪いね。一番悪いですよ、ね。おっかないよねあれね。気持ち悪いというか。特に白山さんは。やるね、残念。残酷にバチでしたね。俺うちの師匠はやらないところは白山さんは入れる。うちの師匠はあまりにも残酷だから俺はできないって言ったところを私は入れます。そうね。